私の名は坂俊作。東京は神田の生まれで私立担当。私はある男の依頼を受けてアメリカに来た。この男だ。彼はある武器密輸組織の秘密を知っていて狙われていた。僕も俺様をここを覚えてやがれ。一体ここはどこだ。どこへ行くんだね。だって治療代も払わずに。まだ治ってないぜ。いいから寝てろ。私が通りかかってお前さんを助けたんだ。ここは私の診療所だ。いい先生が治療してくださったんで。治療代の請求書だ。500万円払ってもらおう。めまいが治った。この請求書は何だ。500万円なんて払えるもんかい。そうかい。お前さんの命を救ったんだぜ。500万円なんて金あるかってんだい。お前さん私立探偵だろう。海底鉄道建設公団の理事長シャイロック氏が命を狙われてるというんで頼まれて犯人を調べに来たんだね。私も彼の主治医なんだ。あの日あの近くを通りかかってお前さんを見つけたのさ。瀕死の重傷だった。シャイロック氏は目の前で溶けちまった。これは大事件じゃん。調べなくっちゃ。それは後回し。その前に治療代500万円を払ってもらおうじゃないか。500万円なんかない。払うまで逃がさんぜ。
ミエ先生、マリンエクスプレスの駅なの。こんなに違う人。ほら、今日は海底列車の試運転の日よ。あいつだ、いた。あいつがあの晩俺をこんな目に合わせたやつだ。逃がさんぞ。待て、白台張ってけ。あいつ海底列車に乗り込みやがった。こうなりゃ意地でもあいつを引っ捕らえて泥を吐かせてやる。無理だね。彼の言っていた武器密輸組織の手先に間違いないぞ、やつは。私はお前さんから500万円取るまで離れないぜ。クソン。人魚、そんなものはおらんよ。いるわよ。パパに買ってもらったご本にちゃんと出てますよ。だそうかい。でもそれはおとぎ話なんだ。おとぎ話じゃないわ、パパ知らないくせに。お父さん、アクアポートです。お父さん、元気がありませんね。晴れの試乗運転だっていうのに。なあ、友。うん。お父さんが設計した世界最初の海底列車じゃありませんか。それを言うな、ロック。それを今日僕が運転できるなんて素敵だ。何が素敵なものか。わしはな、恥じておるんじゃ。なぜ。とんでもないものを作っちまって。ここに日米共同開発による海底鉄道マリンエクスプレスの開通を見たのは、両国にとって誠に喜ばしいことであります。はなはだ残念なことに、この仕事の中心でありました理事長のスクリージ・シャイロック氏は行方不明のため今日のテストに立ち会えませんでしたが、我が友人、そして世界に誇る鉄道工学の権威、ナーゼンコップ博士のご出席を得ました。間に合った。これは一体どうなってんだ。こら、客はみんな、あれ、人形じゃねえか。こらダミーさ。ダミー？ダミーってなんだい。人間の代わりを務める人形のことだ。テスト運転の時座らせて影響を調べるのさ。へっ、なんだ召喚、くだらねえ時計ってもう。人間様が座る席だい。まもなくマリンエクスプレス第1号が発車いたします。ロック、OK か。任せといて。
乗客の皆さん、僕はこのマリンエクスプレスのパイロット、ロック・ナーゼン・コップです。この列車はアメリカのロサンゼルス・アクアポートから日本の東京まで25,000km の太平洋の海底を横断する超特急列車であります。途中停車駅はポリネシアのマルケサス、メラネシアのサモア、最後はミクロネシアのコナペ島、そして日本の東京です。所要時間はほぼ40時間、時速 900km で走破するのです。ただいまカリフォルニアの大陸棚を通過、 2000m の深海です。畜生、あの殺し屋め、どこにあんな、確かにここいらに。どうぞ。お飲み物をお持ちしました。さあ、ジュースをお継ぎいたしましょうか、坊ちゃん。その子は何にも飲まんよ。おや、ではおかしい。何にも飲まんし、何にも食わん。ほっといてやってくれ。ご病気とは存じませんで、では救護室へお伝え。やめろ、出て行け。あの小僧は人間じゃねえぞ。皆さんの目の前の海底に静かに眠っています。忌まわしい海難事故の歴史の陳列物です。中には戦争の規制もあります。見ろ、あれは我が国の駆逐艦だ。第二次大戦でやられた船だ。実は皆さん、これは本土の海底工事の際にあちこちで発見して集めてきたものです。乗ってた人は死んだのさ。じゃあこの列車も大丈夫だよ。何か起きた、確認しろ。前方に何かあるぞ。200km 先だ。位置を確かめろ。とてつもないエネルギー体だ。もしや、まさかイカゼット火山だ。あれは死火山のはずだったの。あれは鉄道のすぐ近くだ。ああ、しまった。火山だわ。ご乗客の皆さん、ご心配はいりません。シートベルトをおつけください。この列車はまもなく時速 1000km になります。
談じゃねえぜ、まったく。列車に乗せやがって、引き返せ。わしたちを安全に返すんだったら、おおおバカ、やめろ、下ろせこのガラクタって。心配ありません。このパイプは特殊な弾力性があって、ある程度の物体を跳ね返します。もう大丈夫です。落ち着いてください。パプパプパプ、ご乗客の皆様、シートベルトをお取りになり、おくつろぎください。この火山は死火山だったのですが、たまたま噴火いたしました。マリンエクスプレスは、もう火山の近くは通過しません。その代わり、海底の山脈がご覧になれます。この山々は、陸の上の山と同じように、近くの飛騨であります。中には、アルプス級の高い峰もあり、谷もあります。つまり、海底も陸の上と同じ地形なのです。ただ、木も草も小川もありません。お茶をくれ、この人にもだぞ。あんたが運転手かい。まあ、そういったもんです。僕は臨時ですけどね。そうか、わしは日本の私立探偵で万俊作っていうもんだ。ん、ああ、どうも。探偵屋さんがなぜこの列車に。まあ、驚きなさんなよ。実はこの列車に殺人者が乗ってるんだ。殺人者ですって。そう、スクルージ・シャイロック氏を殺したやつです。でも行方不明だと新聞に出ましたけど。それがな、殺されておったんじゃよ。その上、溶けちまったんだ。本当ですか。そう、その殺人犯がこの列車に乗り込むのを見たもんでね。確かにこの車内のどっかに嫌がる。まさか。それだけじゃない、武器密輸が絡んどーる。武器密輸の組織の殺し屋がその秘密を知っている人間を奪う。それともこの列車そのものを狙って乗っ取る気かもしれませんぞ。つまりハイジャッカーです。まさかそんなことはありえませんよ。だから列車を引き返せと言っとるんです。殴らないでください、ケーキがぶっ壊れる。もう今からじゃ引き返せません。テストは始まったのです。じゃあ連中を次の駅で降ろせ。人命に関わる。あらあら、お話はよくわかりました。でもはっきりした証拠がなければ我々としては手は打てません。その方を外へお連れしろ。どー、まあわしの話を聞いて。あらあら、行け。何すんだこのブリキ野郎。皆様、右の窓の外をご覧ください。テーブルのような山があります。これは竜王と申しまして、太平洋の海底のあちこちに見える不思議なモニュメントです。なぜこんなものができたのか、その原因はまだつかめていません。へ、何が竜王だい。竜王だい。だだーん、死んでやがる。また殺人だ。人は死んでおる。この先、ここだ、ここ。
どこに殺されているんです？いや、ここだよ、ここ。ここに倒れてたんだ。どこに？消えちまったんだ。前の時と同じだよ。バカバカしい。つまらないことで僕を呼び出さないでください。あら、あらら。本当に見たんだよ。目が二つで口が一つ。あ、人間だ。そう、人間。こんな顔。そこにいるの誰？誰なの？何したの？パパを待ってるんです。動力車に行ってるんだよ。そう、ミリーね、寝なさいってパパに言われたんだけど寝つかれないの。それにね、退屈でしょ？持ってきた5本読んじゃったし。お友達いないし。ねえ、お友達になってくれない？なんて名前なの？僕、アダム。私、ミルドレッドクレジットよ。ミリーって呼んでいいわ。早くしてよ。え？私の手にチューするの。なぜ？レディへのご挨拶は手にチューするの。エチケット知らないの？あなたって変な子ね。なぜ？お人形さんみたいな顔だし、声だってマイクの声みたい。そんなに変？でもミリー気にしてない。こっちへいらっしゃいよ。海の中って暗いのね。本当に退屈しちゃうわ。ビリーね、もっと綺麗で人魚たちでも泳いでんのかと思ってたの。人魚って？え？人魚知らないの？どんなもんなの？アンデルセンのお話にあるじゃない。アンデルセン？呆れた。あなたって何も知らないのね。すみません。待っててね、ご飯持ってきて説明してあげる。何しとる？部屋の中にいなさい。あの、遊ぼうと思って、アダムと。この子に近づいちゃいかん。これ、読んで、アダム。ありがとう。返すのいつでもいいわ。あの子はクレジット長官の娘だ。二度と口を聞くな、アダム。なぜ？なぜでもだ。お前には大切な仕事があるんだぞ、アダム。それを忘れちゃいかん。あんまり人間と話し合うなよ。顔を見せなさい。生体のボルトが緩んだろ。お父さん、素敵です。最高に好調です。ちょっと話があってな。何です、お父さん？お前は養子なので白人じゃが、わしはマウイ族出身、ポリネシアの人間なのだ。わしは若い頃ヨーロッパ文明とおよそかけ離れておった国を捨ててドイツへ留学した。だがわしを待っていたのは白人たちのひどい差別だった。わしは耐え忍んだ、働いた、そしてアメリカへ渡り勉強した。同期にクレジットという男がおってな、彼は徹底した白人優先主義者で嫌がらせをしたんだ。30年が過ぎ、わしはノーベル賞をもらい、クレジットはアメリカの国務省の長官となった。あのクレジット長官のことですか？皮肉なもんじゃ。わしはその昔の敵クレジットの命令で、私のふるさとの島々を薄汚く汚す工事をしておる。そしてもし海底鉄道など敷かれれば、島々は開拓されて観光地になり、公害が増え、風俗が毒され、海底資源も荒らされて。そんなことは起こらないでしょう。歴史が証明済みだ。たった一つ残された海の自然が、そして島々の文化が滅んでいくだろう。この事業は成功させてはならん。全員を次の駅で降ろせ。ロック、お前も降りるんじゃ。なぜ？この列車は終点には決して着かん。どういうことです？この手で破壊するんじゃ。そんなバカな。クレジットに訴えてわしを逮捕させてもよい。訴えたいなんかしません。ただ父さんにこの列車を破壊させるなんて絶対にさせませんからね。この部屋はこの列車の心臓部なんだ。全部の中枢がここに集まっている。こ
ここに僕がいる限り列車は安全なんだ。出てってください。ちょっとは協力しろよ。もうデコ人形め、この駅であの殺人のことを誰かに、うん、父はどこへ行きましたか。長官とご一緒でしたよ。息子に恐ろしい企みを話していたな。わしは良心的なアメリカ市民の一人として破壊することにした。今さら気づいても遅いよ、クレジット君。君などに私の気持ちは分かるまい。生意気なプレニシアンめ、これは最後の忠告だぞ。考えることは何もない。ではお前を国家反逆罪で逮捕する。用意周到だな、 CIA 諸君。だがわしはこの始末をつけるまでは捕まらんぞ。捕らえろ。うわっ、君のパパは？あっち行ったわ。お父さん、誰だ？どこにいる？君は誰だ？ここよ。なんだこれは？ホタルかな？光の中に小人がいる。小人じゃないわ。じゃあ妖精かい？何者だ？私は過去の女なの。過去の？じゃあ幽霊か。あなたから見るとそうなるのかしら。1万年前ですものね。1万年？私に近づかないで。ここは私の宮殿でした。この石積みがそうです。私の宮殿だって？じゃああなたは？ここは城壁でした。あなたは女王かなんかですか？何という国の？ムー帝国です。ムー帝国？話は聞いてるけど、やっぱり実在したのですか？言い伝えでは国が沈んでしまったとか。侵略者がやってきたのです。侵略者？何があったんですか？空から別の世界の人たちが降りてきました。その人たちは平和に暮らしていた私たちに人殺しや差別や裏切りを教えました。そして私たちをあっという間に奴隷にしてしまったのです。ロック、あなたたちの計画はきっとこの海の国の人たちを破滅させます。というと僕たちを侵略者だっていうのか？あなたは。僕にとってマリンエクスプレスは僕の父さんの残した遺産なんだ。誰にも邪魔させないぞ。でもナーゼンコップ博士はあなたに忠告なさっていました。いいか女王、
誰が何と言おうと、僕はマリンエクスプレスを成功させる。絶対に途中で中止なんかしないぞ。父さんと僕の誇りにかけてだ。ロック、またお会いしましょう。待った、聞きたいことがある。ジョー、幽霊だったんだろうか。確かムー帝国と言った。まだ死んではいない。何だと？同行反射がまだ残っている。というと？おそらく可視か、もしかしたら植物人間の状態なのか。じゃあ助かるのかね。列車が止まってれば手術で助かるかもしれんがね。もし動かせば、まず意識は戻らないでしょうな。助かるものなら助けてくれ。条件があります。一つは列車を1日止めて動かさないこと、一つは手術料を1億円いただく。1億円？50万ドル？そう、そのぐらいの値打ちはあるでしょうが。おい貴様、構わんすぐ列車を発車させるんだ。これが命令書だ。先生、父は助かるんですか？脳波がかすかにある。じゃあ行け。誰だ？誰でもいい、歩け。よし、列車を発車させるんだ。なんだって？貴様は動くな。そのロボットにやらせるんだ。バカな、今手術中だ。列車を動かしたらどうなると思う？その手術をやめさせるのよ。さあやれ。ふざけるな、貴様誰だ？嫌なら貴様ごとコックピットをぶっ壊してやるぞ。そうすりゃ列車をおしまいだ。デューイ、エンジン始動。一体何者なんだ貴様たちは。余計な口を聞くな、命令通りしてりゃいい。発車準備終わり。発車させろ。ダメだ、パパの手術が。やめてくれ。もう一度言う、発射させろ。デューイ、発射だ、出発進行。どうした、動いとるぞ。パパ、急に動き出した。ダメだ、列車を止めろ。なければ手術ができる。列車は勝手に発車するし、政務次官は行方不明。一体どういうことじゃねえ、これは。佐々木、動力者行って確かめてこい。それやめるわけにはいかん。バツかバツか。ナムセン。待ってくれ、俺は何も知らない。俺は下っ端なんだ。なぜ列車を動かした？危ない。
やつだ。面白いものを見たろ。これは最近開発された一種の妖怪獣だ。まだ実験段階だが、いずれ実戦にも使われるようになる。上げなければサメは敵だと思って追ってくるぞ。うるせえ小僧だ。殺す気がねえがしばらく黙らしといてやる。ここ殺さないでくれ。頼む。触るなよ。これであとナーゼンコップさえ死ねば仕事は終わりだ。貴様は。はっ。サメの大群だ。パパ怖い。列車は安全なはずだ。落ち着きなさい。パパは様子を聞いてくる。ここで待っといて。いや、ミリーも一緒に行こう。言うことを聞きなさい。知らないんだ。男の子だから。僕は人間じゃないもの。え？ダミーなんです。ダミーって何？僕、実験のために作られた人形なんです。お人形？じゃあロボットなの？ナーゼンコップ博士に作られました。え？そういえばあなたなんだか変な子だと思ってたけど、でも私のお友達でしょ。ね、そうでしょ。ミリ、お別れに来たんだ。お別れ？どこ行くの？いや、行っちゃいや。ここにいて。さっさめのやつ、手当たりしやがった。なんてやつだ。おい、こいつらパイプを壊して俺たちを食おうってんだぜ。逃げるんだ。もっとスピードを出してくれ。おい、ロボット、スピードを上げろ。サメどもを振り切れ。どうした？俺の言うことがわからないのか。ダメだ、そいつはこの小僧の命令しか聞かないらしい。おい、頼む、起きてくれ。起きるってば。ダメだ、それか水がないか。おい、水はどこだ。この野郎。医務室で薬を取ってくる。行くな。撃つぞ。ミリー、元気出して。もう行かなければ。ミリー、さよなら。アダム、私を手がないでお願い。閉めろ。
速度上げ、800キロメートルだ。時速800。アダム、お前のおかげで助かったよ。そのお腹、大丈夫かい？もっとも、お前を修理できるのは父さんしかいないんだよ。そうだ、父さんだ。どうなったの？医務室で行ってくる。兄さん、僕パパの命令でここへ来たの。何？父さんがお前をここへ？うん、初めからそういう計画だったんです。計画？計画だって？僕、この列車と一緒に作られたんだ。あそこにコンピューター室があるでしょ。僕はそのコンピューターの一部なの。なんだって？僕の体にはこの列車を止めずに爆発させる命令が入っています。嘘だ、そんなことを。僕がこの中に入っていって連結すれば、この列車はそれから24時間で爆発します。お前にそんなことができるわけがない。お前はちょっと精巧にできたダミーで、この列車の試乗の実験人形として作られたもんだ。それが…兄さん、違うんだ。パパは僕を列車を狂わせるために作った。もう遅いんだよ。待て、そこへ入るな。さよなら、兄さん。待ってくれ。話し合おう、なあ、アダム。次の駅で3分だけ止めます。みんな降りてください。その後は爆発まで。止まらないよ。アダム！おい、ここを開けろ！出て行かなければあなたは死ぬ。誰が出て行くものか。相棒がやられたからって俺のせいじゃないでしょ。俺はもうおりますぜ、ボス。冗談じゃない。あんた方の計画がどうだろうと、よせよせ、待ってくれ。俺は何も知らない。知ってたって喋らない。助けてくれ、ボス。
ドラッドッグ。おっとっとっと、クレジットさん、もう無駄ですぞ。あなたの計画は全部わかってしまった。あなたはこの、いいかね、マリンエクスプレスを戦略物資の秘密輸送に使おうとしていたんだ。この妖怪児は最近アメリカが開発したもんだそうだが、それをあなたはこっそり横流ししてアジアに持ち込むためにこのルートを利用しようとしたんだ。何の証拠がある？証拠はこれです。私がシャイロック氏からマリンエクスプレスを武器密輸に使われる陰謀があると聞かされて、一体どこに隠して運ぶのかさっぱりわからなかったが、ダミーの中とは考えたね。まだ当分テストは続くから、その間にダミーが運ぶ妖怪獣は何万兆にもなる。その企みを知った何人かの人間をあなたは殺し屋を使って消していったんだ。その通り。ところで探偵役、君はその妖怪獣の使い方を知らんだ。教えてやろう。よく見ておくんだ。パパ！パパやめて！お願い、撃たないで！パパ！ダメだ！ミリ、危ない！ミリ、どきなさい！パパやめて、人を撃つのはやめて！これは大人の問題だ。邪魔をするな。黙んなさい。これでいいかい、ミリ。パパ。なぜお前なんかを連れてきたんだろうな、こんな悪いところへ。いや、連れてきてようござんしたよ。父親としてお嬢さんを裏切ってほしくありませんな。これから私をどうするのかね。やむを得ません。次の駅で引き渡します。大変だ、皆さん大変です。コンピューターが狂いました。この列車は暴走しています。何、コンピューターが狂ったと？お父さんは必ず列車を破壊すると言った。その決め手がアダムだったのです。違うわ、アダム、そんなひどい子じゃない。あれは、アダムはお父さんの命令しか聞かないんだ。たかがロボットじゃないか。叩き壊してしまえば。ダメなんだ、動力室には入れないんです。すると、そいつを止められるのは今手術を受けているナーゼンコップ博士だけなのかね。そうです。真実はどうなんだ。わからない。あの医者は1億円踏んだくったんだぞ。何としてでも助けさせろ。早くやらせろ。もうすぐ第二の駅へ着きます。サモアです。そこに3分止める間に特殊処理班を乗り込ませてアダムを排除します。ハローハロー、こちらマリンエクスプレス、サモア駅どうぞ。なーっとダメだ、サモア駅に通じない。電波が妨害されてるんだ。何ですか。わかんねえ。皆さん、この列車は危険です。降りてください。ミリー、降りなさい。パパは責任上残らにはならない。いや、パパと一緒にいる。ミリー、分かっとくれ。おとなしく言うことを聞いて、さあ降りなさい。いや、ミリー一人ぼっちは嫌。俺は降りるぜ。おじょ、いってくそ、出口じゃなかったのか。あ、いけねえ、ここはトイレだ。しまった、開かなくなっちまった。おい、出してくれ。誰かいるのか、開けてくれ。出ていけ。先生、今はオペ中だ、入ってくるな。先生、一大事です。博士も先生も降りてください。バラ野郎、患者を殺す気なのか。でも、列車が暴走して爆発するんです。そんなこと知ったことか。
俺はオペを引き受けたんだ。それ以外は無関係だ。俺はこの男を助けると引き受けた。だから手術は続ける。まごまごしてるとつまみですぞ。電流に気をつけろよ。絶縁体の服です。大丈夫です。よし、君は右だ。抜かるな。どうだ、閉まっちまった。ドアを焼き切るんだ。急げ。おお、ものすごい出力だ。なんとした。奈良の奥が突き切られて取れません。何もかもぴったりくっついちまった。待てろ、今妖怪中で穴開けてやるぞ。私の行為も受け取らず降りようとしなかった。私はもう止まらない。あなた方は私と運命を共にするのだ。私が爆発するのはあと12時間の後だ。助けてくれ。12時間の後というとちょうど日本海溝の真上あたりです。このあたりは1万メートルの深さを持った世界で一番深い海です。ここで爆発したらもうおしまいです。鉄道工事もここが一番難工事だったところで、まず復旧は無理でしょうね。貴様がシャーンを乗り込ませなかったからこうなったんだ。列車がうるせえぞ、黙れ。こうなったら言わせてもらおう。日本としてはこの計画に金もつぎ込んだし協力もしてきた。この責任は誰が取ってくれるんだ。なんでしこたま向けた廃炉交換のくせに。ぬっ、わしは潔白だ。貴様を名誉毀損で訴えてやるぞ。いがみ合うのはやめてください。うん、先生、手術は終わりました。あの、どうなんです。博士は助かるかな。ダメだったのか。少し寝かせてもらうぜ。え、おい、先生どうなんだ。はっきりしてくんなよ。約束したろ、患者は生きてるとね。やっといた、ありがたい。よう、すぐ博士に列車を止めてもらおうじゃないか。慌てなさんな、まだオペが終わったばかりだ。麻酔が効いてるんだ。いつ覚めるんだい。そう、半日は目覚めないね。冗談じゃねえ。半日だったら列車は爆発しちまうぜ。うるせえな、静かにしろって。下方は寝て待てってね。うん、ぬーちょーっ。さあ、それでも1億円分の医者か。こうなったら仕方がねえ。みんなで武器を取って動力車に乗り込み、コンピューターをぶっ壊そう。クレジットさん、妖怪獣をよこしてくんな。あららら、いやっと、あっと、マリケンさん、
やめろ、止めないでくれ。無茶だ。自殺の用があと1分でポナペ駅だ。そこを逃したらもう助かる道はない。わしは降りる。時速 1000km で走ってるんだぜ。駅のところはスピード落とすじゃろ。バカな、飛び降りたら最後じゃ。邪魔すると撃つぞ。おう、ポナペ駅だ。皆さん、さようなら。うわあ、早く死ぬ。展望車のガラスを割るなんて、くるっと。かわいそうにな。気が動転したんだろう。いよいよ地獄行きコースか。あとざっと6時間で我々は列車と心中かい。絶対に爆発はさせないぞ。こんな強がりを言ったって無駄だよ。止める方法がねえ。先生どうしたい。博士の意識が戻ったぜ。本当か。お父さん、僕です。お父さん、よくやった。お願いです。列車はあと6時間で爆発するんです。止められるのはお父さんだけです。止め方を教えてください。お父さん、アダムが動かしてんのよ。おじさん、ロック、お前か。みんな乗ったままか。ええ、誰も降りませんでした。なぜな、わしは客を降ろせとお前に言っておいたのに。ナゼンコップ君、頼む。みんなの命を助けてくれ。この通りだ。ロック、よく聞け。動力室の天井に一箇所秘密の非常口がある。屋根を伝って行け。天井からユニット9を撃て。あの回路を壊せばコンピューターとの連絡が消えて手動にチェンジできる。ユニット9はジャイロコンパスの右の小さなピンク色のケースじゃ。変わってるはずなのに、どれもこれも死んでる。使い物にならない。どうしたらいいんだ。アダムのやつ、一切のスイッチをダメにしてしまいやがった。アダムを説得する。わしをコンピューターの前へ連れてっておくれ。そんなことはできん。今動かせば死んでしまう。列車を止めなければあんた方全員が死ぬんだぞ。コックピットへ行くまでにお前さんは意識不明になってしまうというんだ。じゃあどうしたらいい。男はな、たとえ 99% ダメと分かっていても残り 1% に最後までかけているんだ。私も行く。アダム、私と仲良しなの。私が頼めばきっとアダムやめてくれるわ。へっ、奴はロボットじゃねえか。そんなお涙が効くと思ってんだよ。アダムはわしの命令しか聞かん。
他のどんな人間にも従わぬ。アダム、出てきて。あたしミリーよ。お願い聞いてちょうだい。この列車爆発したらあたし死んじゃうわ。なぜ入ってきたんだ。みんなといたまえ。あたし、アダムとお話ししたいの。そんなことは無駄だ。邪魔だから出てってくれ。だってあたし、アダムのお友達だもん。見ろよ、ミリーの涙。こんなにぐしょぐしょにしちまったぜ。無理ないけどな、もうまるで。そんなバカな。信じられない。これはただの水だぜ。どうなってんの、これ。アダム、あたしあなたが好きよ。あなたは優しくてかっこいいわ。もう一度あなたに会いたいの。ちくしょう。回路がズタズタだ。直すには半日はかかるぞ。ちくしょう。わしの勘ではミリーはロボットです。ミリーはアダムを説得に行きましたが、例えば同じロボット同士なら話は通じますか。ミリーがロボットだと、そんなバカな。あ、ここにクレジット長官のカバンがあります。この中にミリーの体の図面がありました。信じられない。わしは3年前ミリーに会った。あの子は確かに人間じゃったが。アダム、アダムじゃないか。アダムが出てきた。やったぞミリー。やった、やったぞ。なんだこれは。来てみろ、おかしいぞ。パイプがない。いや、海が消えている。おいおい、これどうなってるんだよ。一体どこを走ってるんだ。私が聞きたいぐらいだ。もしかしたら爆発が起こってて、わしたちはもう天国へ行っちゃったんじゃないの。そうかもしれない。冗談じゃねえ。わしはまだ死んだ気がしねえやい。過ぎた。ここはどこだ。あの人は。ようこそ素晴らしき若者よ。ムー帝国はそなたたちを歓迎する。誰だ。どうやって入ってきた。それがしは最初ドンドラと申す。我が新しい王がそなたたちに謁見を望まれておる。へへへへへ。おりなされ。俺たちどうなるんだよ。俺ら人間かい。ムー帝国と言いました。ムー帝国だって。これはすごい。宮殿だ。さっぱりわけがわかんねえ。連れてまいりました。よく来た、親愛なるバカ者ども。どうした。余が声をかけたときは再敬礼するんだ。再敬礼。ドンドラ。貴様こいつらに礼儀作法を教えなかったのか。おい、頭を下げ。これ恐れ多い。世の名は写楽王子。預言者にして文明の申し子。クリプトリプトン惑星から来た。惑星から来たんだってよ。武作法者、次は帽子だけでは済まないぞ。阻止たちの聞きたいことは分かっている。なぜ、どうやってこの場所へ来られたかだ。しかも乗り物付きでな。教えてやろう。次元を超えたんだ。次元を超えた。ここはお前たちの世界と1万年離れておる。だが次元を飛び越えれば行き来できる。その装置がちゃんとあるんだ。
おっしゃる意味がよくわかりませんけど。そちは技術者だそうだが、それくらいの意味がわからんのならそちは大たわけだな。こいつらを部屋へ案内してやれ。おい、どうしちゃったんだい、お前ら。ゆっくりくつろぐがよい。だから言わねこっちゃねえんだ。だいたいそのロボット小僧がけしからん。もうよせったな。今さらアダムやミリーがロボットだったからって責めたって仕方ねえだろ。し、何か来る。来ましたね。この人知り合いか。ムー帝国の女王なんです。女王だって。そう言われれば気品がある。やっぱりあなたは実在の人だったんですね。ここは私の国なんです。じゃあ、あのシャラコウジとかいう男は何ですか。侵略者なのですわ。あいつが最初のドンドラと組んで乗っ取ってしまいましたの。星から来たとか言ってましたよ。ある日空から乗り物に乗って降りてきたのです。彼らは移民団だと言いました。そして私たちに素晴らしい文明と技術を伝え豊かにしてやると申し入れました。この国はまだ文字もなく車さえ作られていなかったので、暮らしが便利になるならと思って移民を受け入れたのでした。確かに彼らはいろんな魔法を知っていました。しばらくの間は私たちはその奇跡に目を見張りました。そして仲良くもしました。でもそのうち移民たちは残酷な侵略を始めたのです。シャラクは宰相を引き入れて勝手に島々を攻めてまいりました。そして奴隷に従わないときはあっという間に島ごと消してしまうのでした。今シャラクは海底の宝を残らずかき集めようと計画を立てています。海底を走る車を作って。海底を走る車だって。本当ですか。それで王子はマリンエクスプレスを。そうだ、わかった。参考にする気なんだ。もしそんなものができたら海の中めちゃめちゃに荒らされてしまいますわ。うん、食い止めなくちゃ。どうやって。マリンエクスプレスを渡さなきゃいいんちゃろう。このままでは引き下がらない。あなたにお味方して王子と戦いたい。へっ、シャラくさい。このボンクラめ。女王を連れてこい。ふざけんじゃねえや。俺はごめんだ、戦うなんて。わしもごめんじゃ。私もだ。いいとも、みんな逃げたきゃ逃げろよ。行くじなし。僕は女王とこの国を救うために残るぞ。しまった。女王よ、なぜ勝手に振る舞うのだ。世はそなたに女王の地位を許しているのは、世がそなたを愛しているからだ。なぜ世を裏切る。近寄らないで。あなたなんて顔見るのも嫌です。はは、そうなの。だが世が命令すればそなたの国を生かすも滅ぼすも自由。それにそなたに忠誠を誓ったロックとかいう小僧は今夜どうせ死ぬんだ。どういう思考で殺されるか楽しみにしておるがよい。インベーダー。わしは言うたろ、このマリンエクスプレスを破壊しなければならんとな。人類はいつも同じようなことを繰り返す。このムー帝国は我々と同じような過ちを犯して滅びたのかもしれん。先生、わしはいつ頃ここを出られますかな。博士を動かせるのはギリギリ明日からです。アダム、
はい。明日わしを運び出した後この列車を破壊しろ。方法はお前に任せる。ロック、何か意見はあるかね。ありません。でも僕は残念です。戦争中日本軍がな、捕虜を使ってクワイ川という川に立派な橋を作った。だが出来上がった途端に捕虜が自分で爆破してしまったそうだ。人間は無駄なことをいつもやってるんだよ。気にすることはないさ。妖怪獣をみんなに渡します。今夜これがいりそうです。王の姿が見えない。王子だけだ。僕たちを殺すところを見せたくないんだろう。奴がいつ希望を解くか。予想もしない王子の力で死に直面させる気だ。影はこれにて終わりだが、まだ月は高い。客人方はごゆるりと海辺などでおくつろぎなさるよ。何も起こらなかったね。不思議だ。王子め、意外と気遅れしたんじゃないか。こっちが神経質すぎたのさ。かもしれんな。静かですね。まったくだ。ここが1万年前の無帝国だなんて、まだ信じられない。先生、そこで何してるんです、先生よ。何掘ってんだ。なに、私のイニシャルさ。どうして。どうってことじゃない。ただ掘ってみたかっただけだ。お前さんの手術代500万円。掘っとけば1万年後の誰かが見てくれる。まだ500万円かよ。私は執念深いのさ。あの音は何だ。地震かな。重いものが落ちる音。何かが来ます。上の方だ。逃げろ。
どうであった？我が念力エネルギーによる石像の刑はゴキブリのように潰されたことであろう。不憫な奴らだ。あのね、みんな助かって女王の別荘に逃げ延びったの。なにこのバカ者！それならなぜ対策を考えん？女王に呼び戻させるんだ。すぐ女王に命令しろ。はい。私のご忠告お聞き入れを陛下。侵略者のために国を売るような男の話など聞きたくはありません。ロックたちは陛下のご別荘に逃げ込みました。ではロックは無事なのですか？無事なのもあとわずか。シャラク王子は千人の兵士をご別荘へ差し向けますぞ。それを止められるのは陛下だけ。陛下がロックにおとなしく戻ってこいとおっしゃれば。兵は差し止めます。さもなければロックたちは皆殺し。さあ陛下、一刻の猶予もありません。早く勧告文を。ドンドラ、私は心を決めました。この冠をそなたに信ぜます。つまりそれは私めに王位を譲るということでございますか？そんな恐れ多い。いらないのですか？いいえ、無情の声。女王はお休みだ。部屋を開けるな。かしこまりました。千や二千じゃ効かないよ、大軍だ。だから戦いは嫌だって言ったんだよ、わしゃ。もうこっちは何人なのよ、兵隊さん。たったの50人？花から勝ち目ねえじゃんか。だが、こっちには女王と正義があるよ。あ、女王！いよいよ決戦です。ご武運を。あなた方も。力の限り戦うよ。あの兵士たちはもともと私の部下でした。なぜかつて喜びを分かち合った者同士が戦わなければならないのでしょう。本当の敵は侵略者だけです。あの宇宙人さえ追っ払えばきっと平和は戻りますよ。まるで指輪物語だ。慌てなさんな、妖怪獣はまだ届かない。ミリー、僕は行かなくちゃならない。どうしても？パパに命令されたんだ。パパを助け出して列車を壊せって。死ぬの？わかんない。いやよ、死んじゃいや。帰ってきて、きっとよ。できるなら帰ってくるよ。でも、もし僕が戻らなくても悲しまないで。僕はもともとそのために作られたんだ。そんなことないわ。私あなたのお嫁さんになれるわ。一緒に行く。私だってロボットだもの。お手伝いできるわよ。ミリー、君はロボットじゃないよ。ロボットよ。僕のパパが言ってたよ。君は人間の女の子だって。嘘。もう行かなきゃ。ミリー、元気でね。私も行こう。やっぱり君は人間だ。君はあったかい血を持ってるもの。長生きして可愛い赤ちゃんを産んでよ。さよなら。アダム死んじゃうよ。もう君とは会えないかもしれない。ロック、生きていてね。射撃用意。撃て！
いたら返事しろ。この戦いは無意味だ。お前と僕とでケリをつけよう。どんな武器でもいい、かかってこい。決闘だ。どうした、出てこい。卑怯だぞ、出てこい。シャーン、プリカ、飛行機か。いや、スーパーレオだ。そこにいたら邪魔するわ。しまった、これは人形だ。ロックよ、まんまと引っかかったな。これはスピーカーだ。要は宇宙の地下から放送しておる。お前たちが歯向かっても無駄だということを教えてやろう。男が重大な知らせがあると女王の砦を抜け出してまいりました。王様、しゃべるには条件がありますぜ。もし俺一人を元の世界へ戻してくれるんなら大変なことを教えてあげようじゃないですか。取引か、話次第だ。へ、じゃあしゃべらねえよ。首を切れ。待ってくれ。列車が爆破されるんだ、もう間もなく。誰か、こいつを次元飛行装置のところに連れてってやれ。ロボットのアダムのやつが海を渡ってナーゼンコップ博士を助けにやってくる。そのついでにマリンエクスプレスを爆破する。嘘じゃねえ、もう着く自分なんだ。何、元へ戻してくれ。元のとこ、よし。手遅れじゃ、早くコクピット行け。わしに構うな。
ミリー、君は前に大怪我をして体の大部分を機械に変えられたサイボーグだったんだ。でも立派に人間なんだよ。本当に人間なの？そうとも。君、よかったら僕の妹にならない？嬉しい。わしは帰るぜ。奴らどうするんだい？ロックは残るだろうな。あいつ女王と結構うまくやってるんだ。愛し合ってるみたいだぜ。先生は？私かい。ほっとくわけにはいかんだろうな。怪我人があんなにいるしな。やっとサービスに目覚めたかい。もちろん代金はもらうさ。済んだら帰るよ。わしの500万円はどうする？帰ったら取り立てるさ。あばよ。どこか駅のある島へ頼む。元気でね、探偵さん。歴史ではいずれムー帝国は滅びるんだぜ。え？それでも残るのか？僕は歴史をひっくり返してみせるよ。それより帰ったら人々に伝えてください。海を荒らすなって。地球を救うためにね。あ、言っとくよ。大変じゃ。誰か倒れとるぞ。島の人間じゃねえぞ。わしは万俊作、ひげおやじ、日本人じゃ。観光者じゃないぞ。ムー帝国から帰ってきたんだ。ムー帝国、わからんのかよ。1万年前の国だい。つまりだ、マリンエクスプレスが遭難したろ。ん？あそこでムー帝国に行っちまったんだよ、列車ごと。つまり次元旅行だ。わかんねえのかよ。マリンエクスプレス？あれは遭難して全員が死んじまったんですよ。あなただけ生き残って流れ着いたんですか？違うったら、わしは流れ着いたんじゃなくて、無敵か。ん？ああ、これだ。こいつをわしは無帝国で見たんだ。間違いに。こんな遺跡はこの島のあちこちにありますよ。あんたね、気を失ってきっと幻覚を見たんですよ。だって無帝国とかいうの、ただの伝説なんでしょうか。マリンエクスプレスは乗客もろとも日本海溝の1万メートルの底へ沈んだって話です。あの計画は無期延期になったそうですよ。そうだろうな。ムー帝国へ行ったなんてバカバカしい夢物語だ。きっと遭難して気が変になってたんだろうな。みんな死んじまってよ。わし一人助かっただけでもめっけもんかな、これ。ん？ああ！ハハ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 ハ